よっこいしょ。よいしょ。あれ、一本なんか外してねえな。よいしょ。よいしょ。ああ、ここやっぱり外すの忘れてましたね。よいしょ。まあ、とりあえず今ビデオ撮ってるんですけど、電池がなくなるまで、まあちょっと説明しながら作業やってきます。で、今これマイカー線を外してます。まあ最終的にはね、これをこの防充ネットを外したいんで、まあそのための作業なんですけど、まあマイカー線はね、別にこのパイプを外すのには邪魔にならないんですが、ちょっとマイカー線あるとこのネットを外すのに邪魔になるんで、マイカー線も外しちゃいます。この辺は一回切れたんですね。二重になってるから、これマイカー線で、マイカー線じゃない、ワイヤーが二重になってるんで切れて、その間に、ワイヤーを張って、ワイヤークリップかなんかで止まってんでしょうね、多分ね。どうやってやったのか覚えてない、ないです。で、まあこの際なんでね、この螺旋組もちょっと少し低くなりすぎちゃってるんで、ちょっと半回転ぐらい回転させて出したいと思います。で、このパイプに近すぎるんでね、なかなかパイプ抜いた時じゃないとこの螺旋組の高さ調整もねできないんで、この際なんで、螺旋組の高さ調整なんかも、昔はね本当に螺旋組は低くした方がハウス飛ばないよなんていう、まあ都市伝説ですね、今で言うと。そんな時代があったんでね、うちの母親なんかもしっかりそう思ってる口なんで。よいしょ。これもダメだな、これもちょっと掘らないと。これは多分切れたかなんかで当て物したんでしょうね、外側からね。なんかこういう半端の防充ネットがありました。で、結局ほら今外れないっていう原因が、よいしょ、こういう防充ネットの上側と下側にはこういう黒いね、黒い紐が入ってます。で、これ防充ネットが上がらないように、この下側をね、これでぎゅーっとこう
地面に打ち込んであるんでね、これがこう上に上がらないように下に刺してあるんで、これ外すとき考えないで作っちゃったんでね、これが外れません。まあ、外れないのはいいんだけどね、こういう壊すときに大変だよね。そこまで考えてなかったんで、もうこれは抜くことできないんで、多分このまま地面に入っちゃいます。まあしょうがねえかな。まあとりあえず、まあこの巨峰のハウスは引っ越す予定ないんで、まあこのままにしときます。で、あれ、移植毛ってどこだ？あ、移植毛ってここにあった。ちょっと移植毛手で、穴掘ってやんないと。すいません。ちょっと今日中にはね、このネットを外すのは終わりそうもないですね。で、昔はね、このクロスワンなんかもね、こんなに全部ぎっちりありますが、昔はこれがね、5個に1個とかね、10個に1個で、この間はこう紐で縛ってました。こういうところはね、そんなのもあるんでね、昔よりもだいぶね、豊富に資材を使ってやってる、今はね。まあ、しょうがないのかなと。これも時代の流れなんでね。もう注射器か。どこだ、どこだ。どこ行っちゃった。あ、ここか。よいしょ。まあね、ちょっと掘ってやれば出てくるんでね。よいしょ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 。ああ、これ、紐がほどけないのは一箇所もなかったんでいいですけどね。必ずね、一箇所ぐらい、こう紐がほどけなくてね、やむを得ず切っちゃうなんてところもあるんでね。あ、なんて言ってるうちにここが危ないか。うわ、これ厳しいな。どうしようかな。ちょっとこれも。どうしようか。よいしょ。なんとか引っ張れるから。ああ、これだな。マイナスドライバーとドライヤーがあればなんとか。だいたいね、一箇所ぐらいあるんですよね。紐がほどけないのがね。まあ、で、最悪ほどけないと、もう、カッターで切っちゃうしかないんですけどね。そうすると、まあ、だいたい長さが短くなって、そのマイカー製は使えない。なんてことがあるんですけど。うまく取れればいいんだけどね。よいしょ。こういうのも持って歩くと、必ずなくすんですよ。畑に入っちゃうとね、なかなか出てこないんで。まあ極力必要があるときだけ使う。特にね、一番畑の中に置いてきちゃうのは 草むしり鎌。あれはもう本当にね、この畑に何本入ってるかわかんないです。まあしょうがないよね、これもね。よいしょ。道具を持ってきました。どうしようかな。まずこれ、結び目をこれでちょっと隙間開けて、よいしょ。カッターが危ない。カッターの刃を。で、これを引っ張れば多分出てくる。あ、出てきたね。ああ、よかった。多分この先が切れちゃったんだね。これもうちょっと長くあったんだと思うんだけど、これが切れちゃって、ちょっと今外せなかったという現象が起きてます。よいしょ。
そういうことでね、無駄に行ったり来たりになっちゃうんですけど、まあこれもね、畑に道具を入れない まあ一つの知恵なんでね、まあしょうがねえかなと。本当はね、こう腰にぶら下げて歩けばいいんですけど、先ほどのようにね、ポケットに入れたつもりがね、空振りしてね、ポケットに入ってなくて、落っこっちゃったなってのもあるんだよね。だからまあ一番いいのは持って歩かないで、その都度取りに行く。そんなに遠くないんでね。まあこれはね、1キロもあるんじゃね。そらもうとんでもないけど。まあ、このハウスで、43メーターなんでね、そんなには歩かないんで、まあいいかなと。よいしょ。なんだ？よっこいしょ。いや、ちょっと、これは戻しながら。よいしょ。これ一本？入ってなかったか？よいしょ。よし。一番最初よりはいいですね。ちょっとね、裾がくしゃくしゃになっちゃってますけど。よいしょ。だいたい綺麗になったかな。結構ね、これもみんな同じ長さに作った箱なんですがね、結構ね、なぜか、あ、こっちだ。何年か後にはちょっとこういうふうにバラバラになるという。まあ、縛り付けるね、強さがね、全部違うんで、まあ、トルクレンチみたいのでね、測って縛ってるわけじゃないんで、まあ、結構バラつきがあります。まあ別にね、まあ短くなることはないんで、まあ基本伸びる方向なんで、まあいいんですけどね。よいしょ。はい。で、ここがね、ちょうどイタチが噛み切って入った跡です。で、
この内側にね、黒いネットもあったんですが、ちょうどこの隙間からね、入られちゃいました。そういうわけで、まあ、獣はよく見てるよね。まあ、それで、まあね、鶏を食べて生きてるんだから、しゃあないっちゃしゃあないんだけど、まあ、人間よりも賢いです。よいしょ。よいしょと。よし、じゃあ、時間暗くなるまで、このネット外しをやっていきたいと思います。どこまでやったかな。どこまでやったね。うちね、これもね、外しちゃうんで、これ外した方が、よいしょ。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 ここもダメですね。よいしょ。切っちゃいましょう。まあ、さっきのね、細長い杭がこの地面の下に入ってるんですけど、まあ、ハンマーでね、思いっきり打ち込んじゃってますので、まあ、さっき何本か手で引っ張ったんですが、結構ね、抜けないです。で、まあ、邪魔にならないんで、もうこのまま地面に埋めちゃいます。よいしょ。こんなに細かく入ってたんだけど、ここもダメだね。まあね、作るときは壊すこと考えないで作っちゃうんでね。まあこういうことになっちゃうんだよね。よいしょ。よいしょ。よいしょ。これなんか抜けそうだな。こういうふうにね、地面に入ってるんだよね。これなんかも引っ張ると、抜け。ああ、ダメだ、抜けない。ああ、抜け、取れた。よいしょと。よいしょ。ちょっとね、もうカッターの刃が切れないんで、ちょっとカッターの刃交換していきます、切れないやつでやってるとね、力入れすぎて今度は自分の体切っちゃうんでね、これ本末転倒なんで、であ先ほど言ったようにね、ちょっと間空いてますよね、このクロスワンが。昔はね、こういうやり方してました。今はね、全部入れちゃいますけどね、昔は材料費を節約するためにちょっとね、間開けてクロスワンを使ってます。これどこやったっけかな。
これどっかにあったんだよな。あ、そっかそっか。まだ持ってってなかった。よいしょ。これはちょっと新しい歯に交換しますと。よっ、よいしょ。どこだったかな。ちょっとどうしようか、これを折ってまた使うか。ちょっと先を切ってみますか。折ってみますか。よいしょ。もうこれで。なんか切れそうな気もしますけどね、ダメならまた折って使うように今日カッターの刃を持ってきます。あ、あと3分の1は残ってないね、パッと見た感じね。3分の1ぐらいか、ちょうど。あれ、ないよね。手袋今どこやったかなと一瞬不安になった。あれ、やっぱり手袋を置いてきちゃった。悔しい。手袋を向こうへ置いてきちゃいました。よし、これも持ってこう。ああ、悔しい。手袋を置いてきてしまいました。なんかね、そんな予感したんだよね。あ、いや、これ使おう。ここにゴム手袋あるから。もうね、パッと意識しないでね、手袋外しちゃうんだよね。もう年取ってくると本当に集中してないっていうか、もうなんだろうね。もうしょっちゅう道具なくしてますからね。まあどっかにあるんですけどね、置いたところが思い出さないというね。ほんとちょっと悲しいんですけど。よいしょ。どこまでやった？